券株式会社ベニア青木エンタメ、夜空に次々とキラキラ星が輝きます。作品名は星ブーメリお休み。
ここからは音楽ハサミをご覧いただきたいと思います。新潟県有限会社カタカイ煙火工業によるサーバインです。歌の歌詞によるお塩のようにオリジナル星型花火4の美しさ昔ながらの和を中心に構成しました。少しでも皆さんの心に残る花火となれば幸いです。タイトルは君の願いが世界を輝かす。
皆様いかがでしたでしょうか。かわいい花火がたくさん上がりましたね。ぜひこれからもきっと皆さんいろんな花火大会に行かれると思いますけれども、そんな時にこんな高物花火を探してみてくださいね。今回の高物花火、何の形か全部わかりましたか。もう5種類ありました。クルマ、スライム、カサ、イカ、タコ、この5種類用意されてましたね。イカとタコは色が違う、頭の形が違いましたから、これも区別ができたのではないでしょうか。目が慣れてくるといろんな花物花火を楽しむことができますよね。ぜひ花火大会をいろんな花火大会お出かけいただいて、高物花火覚えてくださいね。そしてお友達にもぜひ教えてあげてください。こういういろんな形の花火のことを高物花火って言うんだよということでお願いいたします。花火を愛する人がどんどん元気になるなと心から願っています。さてここまでお楽しみいただいておりましたが、花火に夢中になってゴミをいかに落とすとしまうのか、大事な持ち物をなくしてしまうとか、そういったことはありませんか。ゴミはきちんと持ち帰り、落とし物などでなかなかテンションが十分楽しみになったので、さあそれでは続いてまいります。この花火甲子園は今年もメッセージ花火を募集いたしました。大切な誰かへのメッセージを花火とともに伝えたい、そんな思いが集まりました。
続いてはファイナンシャルジャパン名古屋支社長小塚達也様よりメンバーのご家族に向けて、普段仕事で家族との時間が少なく迷惑をかけている分、日頃の感謝の気持ちを肌に込めて、いつもありがとう。Thank you.
プログラムももう半分過ぎております。皆様の推し花火が見つかっていますでしょうか。ぜひ皆さんの投票を私どもも楽しみにお待ちしております。さあそれではただいまより10号玉創造花火の部を開始します。ではまずはじめに基準玉を打ち上げます。基準玉は三元煙火株式会社、タイトルは三重市行く先デニー公設。お運びください。豊川稲荷様から皆様へのお知らせ
ってまいります。先ほどの基準玉覚えていてくださっていますか。では今日まいります。競技ナンバー21、徳島県有限会社岸加工品製造所。日本古来の色、十二種類の美しい色、どこか儚い紫式部の色を思わせるような一発を制作しました。作品には千代の色彩、
秋田県株式会社北日本花火工業。美しく夜空にきらめくニコの舞。作品名はニコ舞神楽。
お楽しみください。では、続いてご案内します。共演ナンバー30、茨城県株式会社山崎映画興行所。4重の芯が入り、全体で50の円になる花火です。くっきりはっきり見えれば幸いです。作品名は、登り鉄道付き、燃え芯銀線です。
の伝統的な着物模様である雪の結晶が明るく消える夜空に広がる光で表現しました。バスリンドが交代の時はでございました。大変失礼いたしました。これで入れ替わっておりますが、表示ナンバー21番徳島県郵便会社西原子郵便局の話をこれより皆様方にご覧いただきます。では改めてご案内させていただきます。表示ナンバー21徳島県郵便会社加工品製造所、日本古来の日本純粋声の美しい音、どこか儚い紫色の色を思わせるような一発を制作しました。作品名は塩の隠れ。Thank you.
奈良県株式会社小山円華製造所。イルミネーションのようにキラキラと花弁が変化する花火です。作品名はイルミネーション花冠。
京阪は39、長崎県株式会社紅屋青木煙火店。枝から無数に垂れ下がる花がだんだんと咲き乱れます。作品名は滝夏に。不思議に思うんだ、なんでこんなに夢中なの。さっとどれだけの時間を共に増やしたの。ねえ不思議に思うんだ、笑われても笑って、イラついても黙って、イラついても嫌がって、起き上がったらまたこの
あなたの心には燃えるような情熱があり、その炎は誰にも消すことはできないでしょう。あなたは強く、あなたは自由です。あなたは強く。